武士道の精神で大事なのが誠、誠、新選組の旗印です。さあ、誠、誠とはどういう意味なのか。この中に誠は入ってますか、皆さん。誠とは自分の発した言葉に命がけで責任を取るということなんです。武士に二言はない、聞いたことありますね。不言実行なんていうのはあれはね、武士道じゃないんです。なかなか語らないだけなんです。でも大切なことは有言実行でなければいけない。一番を取ると言ったら取るしかないんです。この数字やりますと言ったらやるしかないの。それが武士。できなかったら切腹ですよ。こうですよ。こうじゃないんですよ。心臓一つきの方が確実に死ぬでしょ。違う、武士はここを切るんです。自分の負、最も大事なもの、自分の哲学です。ここに入ってるんです。つまり価値観、そこにこれらの言葉が入ってるんです。武士っていうのは自分の言った言葉、命がけで守る。僕も結婚するとき女房に言ったよ。どんなことがあってもお前を幸せにする。もうだからもう今命がけで守ってるよ俺も。もう命かけて破りたいけどさ、二言がない。だからね、あのね、武士道ってね、ものすごい痩せ我慢ですね。痩せ我慢、これ大事だよ。だからうちの親父もまさしくそうじゃん。もう絶対餃子食べたいじゃん。口の中でもう餃子再現してるじゃん。くわっ、父ちゃん食べる、いらん、くわっ。めっちゃ痩せ我慢、まあ、そんなこと痩せ我慢しなくてもいいけどね。我慢するポイントがちょっとうちの父はずれてるんだけども、言ったことに対して何が何でも責任を取る。いや、その桑原正盛という男はね、仕事に対してはね、めちゃくちゃそうでしたね。1位取る、絶対取る、何が何でも取る。それで世界1位まで上り詰めるの。彼がね、うちの会社を始めるね、前にやってたその能力開発系の教材あるんですけれども、見せてもらったけどびっくりする。もうビシッつってね、隙間がないぐらいね、書き込みがしてあるの。本当にね、寝てる時以外はずっとね、 CD を反復して聴いてるの。ほぼ24時間ずっと。昔はこんなカセットデッキ、カセットですよ、ガチャコーンって入れてずっと。人と商談してる時はもちろん話外しますけども、それ以外ずっと。もうね、彼ほどね、反復して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 ね、ものすごいね、バカがつくほど真面目なんです。これはもうびっくりした、たまげた。それはね、ドーン差が出ますよ。面構えがいい。今ね、世の中ね、面構えがダメでしょ。顔はなんとなくいいんですよ、シューッとして。面構えがダメね。決して桑原正盛顔は良くないよ、作りは。それはまあ良くないと言ったら失礼かもしれない。俺ほどは良くないと言っておこうね。で30後半で、で彼がこのソーシャルアレスという会社を立ち上げるときに呼んでくれたわけ。お金って、本当にやりたい会社が見つかったんだって、来てくれって言ったときに、会ったときにもう本当に面構えが違う。本当にいい顔してた。俺はただ作りがいいだけ。むしろ俺はふぬけの人間でした。でそこからですね、本当にね、自分もこの桑原との出会いをね、これも何かの縁だと思って、一生懸命頑張ろうとして、ようやくもう一緒に仕事を始めて14年15年なりますけれども、ようやく少し、彼の後ろ姿が見えてきたかなっていうかね、2代目の社長を引き継いでやらせてもらってますけども、もう全然桁が違いますよ。彼のその器とか人間力だとか、彼がいなければ今の会社だって存在もしてないわけでね。なんとかそれでも10年以上頑張って人前でこうやって喋らせてもらったりとか、トレーニングさせてもらったりだとか、いろんなことに挑戦させてもらってね、だから本当に僕の立場の恩人ですね。立場というものを作ってくれて、これがなかったら未だにね、本当にプー太郎まがいのね、絵本作家崩れのね、劇団崩れの顔だけいい男、世の中でいうひも野郎。僕は31歳から3年間プー太郎してます。31歳まで便利屋をやりながら劇団をやってました。でもどうしても劇団では黒字にすることができず、ね、仲間を巻き込んでいたんだけれども、どん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 辞めていき、でこのままではもう借金しか残らないということで31の時に解散しました。それでも自分の創作活動をやめたくなくて、絵本作家になろうと思って転校したんです。でも絵なんか描いたことない。でもどうしてもやりたかった。どうしても。それが自分の生きてる証でもあった。でも残念ながらそれは義じゃないですね。私利私欲ですね。
自分が成功したい、自分が認められたい。まあでもうちの奥さん偉いですよ。3年間ね、仕事辞めさせてくれて、一切の仕事を辞めて3年間本気で絵を描くからね、俺に時間とチャンスをくれ、せんべい食べながらいいよって言う。バリバリバリいいよ、いざとなったら私が働くから大丈夫だよ。いい奥さんですね。で3年間ね、仕事をしませんでした。働いてなかったです。で当時2人子供がいたんだけども、その働いていない3年間の間にもう1人子供作っちゃった。で、妻のお父さんに1回呼び出された。渋谷に呼び出されて、めっちゃくちゃ怒ってて、いい加減にしろと、お金くんと。今まではねちょっと我慢してたけども、3人目子供できたそうじゃないかと。何を考えてるんだと。産みたいんだったら定職に就きなさいと。それでも自分の夢を追いたいんだったら下ろしなさいって言ったの。そしたら僕もブチ切れて、お父さん何言ってるんですか、あなたの孫ですよ、下ろしもしないし働きもしない、失礼。それからね、嫁の実家行けなくなりました私。正月お留守番ですよ私、女房子供ね帰って、それから数年後、5年6年後ぐらいで、40歳の時に、プロの絵本作家としてデビューします。ね、自費出版じゃありませんよ、プロの絵本作家として印税をちょっとだけもらいながら。そしたらもう女房のお父さんが一番喜んでくれた。ですぐ家においでっつってね、で酒乾杯して、お金くん飲みなっつってね、お金くん俺だけはやると思ってたよって言われました。いやもう本当に心配してたんだなと思ってね、それをやっぱりきちっと何か形で返さなきゃっていう、そっからはね真剣に生きようと思いました。本当になんか自分のわがままで我を通して自分のやりたいことに夢中になって、30過ぎて40になるまでそんなことやってたバカな男ですよ。そっからは、桑原正盛という魂をね引き継いで、よし俺が、ソーシャルアライアンス代表やると、正盛ゆっくりしてくれと、ゆっくりしてくれっつってるのにもう、ガチャガチャ動いてね、今また忙しくね働いてますけれどもね、そんな風にして人はやっぱり何かきっかけがあってね、成長していく。哲学、腑に入ってるものっていうのは、哲学、価値観っていうのは生まれつきあるもんじゃないでしょ。おぎゃーっと生まれた時脳みそはあるし心はある、でも腑はないんですよ。わかります？ここの価値観、これは受け継ぐものなんです。価値観というのは受け継ぎ引き継ぐものなの。自分で発明したものなんかないんです。損得感情だって何かから引き継いだんですよ。モテたいモテたいとかだって何かの影響を受けて引き継いだの。本来我々はこれを引き継ぐべきだったの。わかります？義であり友であり仁であり礼であり聖。最後までご覧いただいてありがとうございます。他の動画もですね必ずご覧ください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。